あうわっ何これうわーサイバートラックあるちょっと待ってこれ回転寿司なんだけどうおそ <laughs> してやばい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 よやばいよやばいよやばい,よやばい,よやばい <laughs> あうっああ どうも皆さんこんにちはこんばんはパパタラです今回はグランド RP と呼ばれる7カ国12個のサーバーがすでにあり新たに日本サーバーが始まるということで案内していきたいと思いますこのサーバーは世界最大規模の巨大なサーバーで多い時9000人ぐらいインしている時もあります基本的には PC 版人と NM プレイできる環境で可能となっていて 5M とは違うものになっていますまた課金要素もありますが毎日ログインで得点も多数ありますし実写モデルも多数あるので 車好きにはかなりいいと思います。また、日本サーバーまだ一般公開されていません。サーバーの管理者さん募集中なので、整い次第スタートということになってますので、概要欄を詳しく参考にしてください。では このゲーム、ログイン日数によって得点がもらえるということで60日目にはなんだか高級な SUV もあるぞとさらに50時間プレイでメルセデスももらえるようですただ期限がね、ちょっと切れてる感じだったので実際どうなるかわからないんですけども操作は基本的にキーボードとかマウスでやります、まあ、一応パッドも操作可能だったんですが一部の車両の運転ができないとか、まあ、銃が扱えな,ないなどありました、まあ、パッドだとオートエイムっていうのが、ね、設定あるのでそれを、ねまあ、回避する方法なのかなと思います 基本的に日本語の翻訳されているんですがほぼほぼ意味わかりますっていうのも若干おかしな日本語ありますがよーく考えればわかるという感じですねさらにですね車両、モデルなんですけれどもほぼほぼ実写モデル形はそのまま実写来きてますねただメーカーのエンブレムとかはなしの状態もう内装とかも本当に PC 版最もの綺麗な状態が結構ね反映されています。 サイド、ルームミラーの映り込みもあるので g t イ9よりもレベル高いグラフィックだと思いますまた4時間プレイすればカジノの得点が受けられるまあ、すんごい景品が今回ね、えー、並んでいましたけどリムジンマイバッハなのかなっていう感じですねこれ実際何人乗れるのか気になるところですカジノのね、まあ、景品台のところ規格外なのかもホイールめり込んじゃってますけどもかなりロングですねかなりかっこいい そして操作はこの画面覚えておくと便利です。まあキーボードでね何を押すとできるよっていうところですね。基本的にこのゲーム課金要素ありなのでまあ利用はね計画的にっていうところなんですけどもこの AMG GT63 がかなり優秀で超早かったです。しかも電動スクーターもあると便利ですね。またバックパック、リュックがあるとこれに荷物をいろいろ入れられるのでまあポケットだけじゃなくていろんな荷物を添える方が多分便利です。 というわけで、今回グランドコインっていうのをね、課金で購入して実写モデルいろいろね、購入できるとか300種類以上あると言われてるんですけども、これだけじゃなくて限定の車両とかも定期的にもらえるだとか、 手に入れる方法っていうのも来るようなので必ずしも課金する必要はないようです。また洋服などもコインで購入とか、まあ、ガチャで手に入れる方法っていうのもあるようなので、まあ、ガチャに関してはコインが7個ぐらい使ったのかなで、まあ、ルーレットみたいに、ね、ガチャガチャが、ねまあ、どれが当たるか分かんないっていうのもあるしまたはゲーム内で稼いだ、まあ、お金ですね。 普通に強盗とかミッションとかやって稼いだお金で限定車両とかカスタムも、まあ、えー、解除とか付けられるようになったりもするようなので、まあ全然無課金でも多分いけるっちゃいけると思います。またガチャの要素は GT ラにはないから面白いかもしれません。お金がもらえたり、何かアイテムがもらえたりっていうところですね。また、まあ、いろんなね、チーム、ファミリーとか、 またはギャングが、ね、5つあってそこに、ね、所属できるとか、まあ、ちょっとね 5M とかとはちょっと違うような感じですね、まあ、ソロでやり込む要素っていうのも多いですさまざまな職業がありあちこち職業体験できます、まあ、今回パパテラはね電気技師とか、えー、それ以外にも消防士とかちょこっとやってみましたけれども 全然難しい操作はないのかなと思います。で、えー、どん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 ね、プレイヤーさんが増えてくれば、やれる範囲っていうのが増えてくると思うんですけど、まだ今テスト段階なので、他のね、住民が全然いない状態なんで、ほとんど仕事はね、まだまだできない感じなんですけれども、えー、なんとペットも飼うことができるよと。 自分のお世話もできないのに果たしてペットのお世話できるのかどうか実際消防士として働いてみたいと思いますまあ消防士ねこれね普通に燃えてるマークのところに行ってくださいで黄色のところ行ってで雇用されるって押したらもうね採用されちゃうんです簡単なんですねそのままの黄色い矢印のところに行くと勝手に着替えて消火器持った状態になりますのでとりあえず上司にいたずら、えー、ということでこのまま えー、消防車を借りたいと思いますでここでパッドを使った時に操作うまくできませんでした勝手に自動でねブーってボーンってぶつかっていったんですけども、まあ、ここはキーボード必要かなと思います基本的には、まあ、キーボードで操作で慣れておくといいですね、えー、すんごい火事なんですけど逃げないスタッフがいました、まあ、基本的にこの一人称視点っていうのね結構ね NPC と喋るとなるようになってますねまた武器購入や装備についてなんですけども武器の購入にはライセンス必要になります 11兆とりあえず購入して右上のところのカートリッジから弾薬を欲しい分だけ購入っていう感じがいいですねまた右下の武器のね、まあ、改良っていうのがあるんですけれどもガチャでペイント解除できます、まあ、これもねコイン7つ買いますのでまあ使いすぎは注意ですねいらないアイテムを当ててしまった場合は左側のところで売るっていうのもありますので、まあ、節約することも可能ですまあ覚えておくと便利な操作画面ということで M のボタンを押してメニューを開いてで歯車の設定画面、まあ、ここでマイクの設定とかもいろいろできるんですけどもやはり初めてのゲームとなりますので、まあ、パッドじゃなくて基本キーボードで操作でキーを1つ押すと何かができるってことが多いんですよね。 その中でも、まあ、グラフィックもこれもね、まあ、自分のパソコンのスペックによって高いに変えちゃってもいいし、ミディアムとか、まあ、全然スペックが足んない場合は左側の方にしてもいいと思います。で一番覚えておくといいのは、このキーボードというところですね。インベントリーは I だったり、メニューは M だったり、まあ、G で基本的に交流ができたりとか、K でねスマホを開けるとか。 マイクに関しては N を押すと喋れるよとか、まあ、その辺り覚えておくとだいぶ人と話すことができると思います、まあ、交流することができると思います、まあ、シートベルトは F6 ですよとかまあ、簡単にパッとねワンボタンで操作できるよってで武器なんですけれども左側の12345っていうところがあるのでそこにまあ銃を入れてマガジンを入れてってやっておけば例えば1と2で10 マガジンってやった場合、1を押して10を取り出して、2でマガジンを装填させるみたいなことができます、まあ。マウスで右クリックで狙って、左クリックで撃てるっていう感じですね。まあ、このね、標準、まあ、サイトなんですけれども、これもね、えー、自分の好みで、えー、カスタムすることができます。基本的にはパッドでこれをやろうとすると、なんかね、解除されてしまうというか、できなくなりますので、基本的にはキーボード操作で、もう完全フリーエイムですよね。 まあこれ PC 版の GT9 と同じような感じだと思います。で、えー、このメニューのところから、えー、サイト、照準を好きなようにカスタムできます。例えば、このね、十字になってるのが見づらいなとか、えー、間のね、えー、点をどれぐらいね、広げるかとか、またはね、太くするかとか、またはポイントでね、点だけにするとか、まあ、自分の好みにカスタムできるので、やりやすいもの、まあ、自分でやって最後、セーブかけてください。これでね、自分のカスタムが えちゃんと保存されますあとはですね、K、えー、でスマホ開くんですけれども、まあ、iPhone っぽくないような Android みたいなねスマホなんですけど、この中からまいろいろダーク、えー、ダークネットかな、まあ、怪しいね違法、えー、市場、えー、取引とかね、えー、こういったものをプレイヤーさんが増えればねだんだんできるのかなという感じですね。えー、それ以外にも、えー、なんかねね、まあ、暗殺の、ねえー、まあ 依頼をしたりだとかまたは、えー、盗難の注文を受けるなんていうのもあるんですけど現状まだねちょっとできなかったので、えー、ドクロのタトゥーを入れるとできるということでまあ後々ねやってみたいかなと思いますまたスマホカメラ撮影することができます他のプレイヤーさんと記念撮影してでそれを、えー、ちゃんとね写真としてまあ持っていくことができるインベントリに保存でその写真を また、インベントリーから開いて確認することができるのでまあ、記念撮影をして、まあ、相手に渡すことも、ね、多分できるんじゃないかなと思います。こういう感じですね。で、基本的に車乗ったら左のコントロールキーでエンジン始動ですね。思いっきりクラッシュしたときとかもエンジン止まっちゃうので、ね、もう一度エンジン始動してください。また車に乗った状態で G のボタンを押すといろいろね、シートベルトをね、できるとかトランクとかね、まあ、開けることできるよとかそういうのもあります。 また車両から降りて車の付近で G を押すとダンスなどのエモートも可能ということで、まあ、車の周りでねちょっと踊ってみたりとか、まあ、なんか人にね対してアクションをしてみたりとか、まあ、みんなでね騒いだりとかっていうのもできるのかなと思います初心者のうちは街のあちこちにいるこのお姉さんに話しかけてくださいそうするとスクーターをね借りることができるので、まあ、かなり移動は便利です街をずっと歩くってなるとねかなり大変ですね で、えー、このゲーム 5M と違うのは多分ね、えー、お腹すいたり喉乾渇いたりする機能は今んとこないのかなっていう感じですねまたアパート、まあ、所有した場合ですね内装もカスタムできるようなんですけどもまだちょっとね家具の在庫とか持ってなかったので、えー、これらはまだできませんでした、えー、駐車場を借りて車を所有して取り出すことが可能ということでまあなんか何日決め、えー、とかでね何日間駐車場を借りるとかってなってたんですけどもこれね えー、契約してなかった場合、車どうなっちゃうのかっていうのもまあなくなるってことはないと思うんですけれども、まあこのあたりもね、えー、やっていきながら進めていきたいと思います。えー、街のあちこちで火事や倒木や、えー、岩で道が塞がられていることもあります、いろんな災害起きているんですよね。実車モデルを扱っている車屋さんあります、今回のところはね電気自動車屋さ,さんかなっていう感じなんですけれども、まあかっこいいですね、ファントム、えー。またね、街を走らせるレンタルはゲーム内マネーがかかるので、 これ今ねこの映像でこうやってレンタルしてますけど、これ5000ドルだったかな、なんかお金かかっちゃってるんで、これはあんまりおすすめしないです。後に、ね、無料でレンタルする方法、まあ、試乗する方法っていうのをちょっと見せていきます。まあでもね、実写モデルであのメーカーのエンブレムだけないだけで、本当にそのまんま綺麗、えー、に再現されてますね。これを やっぱりソロで PC 版モッドでやるっていうのとは違って他のプレイヤーさんとマルチでできるっていうのがねまあなかなかねこれのいいところじゃないかなと思いますそしてこれベネファクターベンツまあこれもねなんかねん実際実際そんのかなちょっとなんかわかんないんですけどもこういうなんか映像だけは見たことありますよねもうハンドルがないみたいな車まあいつかこんな車が来るんじゃないかという超未来近未来の車なんかなぜか空映っちゃってますけどねまあこんな車も とりあえず、このゲーム内では、まあ、先に乗ることができる。電気乗車なんで、まあ結構加速はいいです。なんかタイヤすごいことになってますね、これね。いやー、これ降りるときはですね、あの、三角を押して降りるとですね、あの、レンタルやめることができます。ポーンって。こんな感じ。はい、次、サイバートラックですね。これもなかなかすごいですね。コイルサイバートラック。なんかここの時点ではね、すごそうに見えるんですけど、実際これ試乗してみると、 これちょっと残念なことに、ちょっとポリゴン感増しちゃうんですよね。もともとこの車がなんかポリゴンみたいな形してるんで、しょうがないっちゃしょうがないんですけど、ちょっとね、残念な感じではあるんですけど、こういった車、面白系のもの、まあありますので、これもね、えー、乗ってみるといいかな。一応防弾ーーになってんのかなどうなんでしょうね。なんか普通の車っぽいですね。 で、えー、こちらの方ですね、フェガシチ、まあ、テザラクトの元のモデルですね、これ実写に近い方なので、まあ、ホイールとかも若干、まあ、GT オンラインのテザラクトとは違いますね、綺麗にかっこいい車になってます、これも加速なかなか良かったんですけれども、一番最初に案内した AMGGT63 が多分今んとこ350キロとか超えてて、 めちゃくちゃ優秀かなと思いますので、まあ、手に入れるならそれを目指した方がいいかもしれませんねそして、えー、怪我したりとかしたら病院で治療してもらうことができます例えばどっかでね、爆発に巻き込まれて治療するとか、まあ、自滅した時もここでスポーンという感じになりますねまたこの街にはですね5つのギャングが存在しています例えば今回行ったところは赤いギャングなんですけども普通に えー、GTA ンラインの中にはあるギャングもともとのね GTA5 にあるギャングっていう感じで、えー、バラスとかバゴスとか、えー、ファミリーズとかまあそういったものがあるような感じですねでそのカラーギャングっていう感じになっていて今のところはまだねこのテスト状態なんで、まあ、特にギャングっていうのは見かけなかったんですけども、まあ、こういった感じで、えー、なっています また怪しいブラックマーケットも存在します。これもプレイヤーさんが増えてくると、ここでいろいろ取引とかね、いらないものをここでね、売りさばいたりとか、まあ、盗んできたものをさばいたりとかできるのかな。まあ、ここではね、スマホとか武器をね、さばくみたいなのもありましたので、まあ、今後ね、プレイヤーさん増えてみてどうなるかっていうところですね。また、シミオンショップは、えー、中古車屋さんになっていました。まあ、これもね、在庫ありませんでしたので、今後増えていく可能性あります。じゃあ、オーナーさんいるのかと言ったら、残念ながら、 シミオンオーナーは不在でしたではアリーナなんですけれどもなんとここやはりまあ戦闘する場所ということでまあデスマッチが可能になってますまあピストルとかでね、えー、かっこよくリボルバーで、まあ、デスマッチとかもあるようなのでこれプレイヤーさんとか増えてくると楽しいんじゃないかなと思いますじゃあ、えー、ガスタンクちょっと撃ってみましたずっと撃ち続けてもとりあえずねあんま爆発する感じしなかったので んじゃ車で突っ込んだらどうなるのかなということで、まあ、結果は目に見えてるんですけども、はい、爆発しました。自滅したりすると、病院からリスポーンという形になります。まあ、これもね、テストの状態だったんで、パッと移動しましたけれども、基本的には3分ぐらい待つようになるかもしれませんね。また、外とかにこうやってやはりね、スクーターのお姉さんいます。免許持ったり車持ったりすると、初期のね、スクーターは借りられないんですけれども、まあ、こんな時に便利なのが、やはり電動スクーター。 まあこれを、ねえー、取り出せれば、どっか自滅して病院にスポーンしたときに駐車場まで移動するという感じで、まあ、電動スクーターは購入は目指してもいいと思います。また、じゃあコンビニ強盗できんのかということで、ちょっと店、ね、員に話しかけてレジの金出せよと言ってみたんですけれども、えー、5人いないとコンビニ襲えないということでした。 街にはね、もうすでにね、他の YouTuber さんたちもね、まあすでに参加していたりとか、すでに動画を出されている方いらっしゃると思うんですけれども、ああ、見たことあるな、有名な方だなっていう方がね、何人かいらっしゃいましたので、まあ今後どんどん増えていくとは思うんですけども、街では一般の方も参加できるし、まあ、こうやって配信者さんも混ざってるということで、交流できるチャンスですよね、面白そうです。 で、えー、その後ですね、無料で車をテストする方法なんですけれども、車屋の近くでメニュー開いて、次に、えー、ショップですね。で、この状態から車、自動車、で乗ってみたい車をクリックして、で、試乗するだったかな、まあ、それを押すとですね、 えー、一応、この場所からスタートじゃなくて、空港でテストするみたいな感じなので、まあ、エンジンサウンド聞いてみたり、実際加速ドノーマルでどんなんなんかなとかっていう感じでね、まあ、高いから速いっていうわけじゃないと思うので、まあ、とりあえずドノーマルでどんな感じなのか、まあ、全然ね、やっぱりね、えー、5M とかとは違って、またちょっと違う、うーん、まあスピード感だったりとか操作感だったりすると思うので、 まあこれはいろいろやり込んでみたり、実際カスタムとかもね、カスタムショップでやるとどんな風に変化するのか、これはもうやり込んでみる必要ありますね。まあなかなか、えー、GTA オンラインでは似たようなスーパーカーとかまでは出せますけど、こんなに形がそのままっていうのもなかなか乗ることできないし、こういった実車をマルチ、他のプレイヤーさんと一緒に乗れるという環境がなかなかないので、またね、このね、グランド RP っていうのの魅力としては、 マルチで楽しめる部分もあるしあとはソロでできるね、えー、要素っていうのも結構多いのかなと思いますまあ一人で何をすればいいのか分かんない時にこの画面の左側の真ん中に何々しろって書いてあるんですねでこの通り進めていくとまあ、得点をちょこちょこ受けられたりとかまあ、お金も若干増えたりとかしていきますのでまあ、毎日ねインしていれば60日目にも車ももらえるということでまあ、とりあえず入っとけば どんどん成長していけるんじゃないかなというゲームだと思います。まあなかなかこれからね、スタートした時にどれぐらいサーバー人数増えるのか、まあ最大2000人入るとも言われていますので、まあ日本サーバー、とりあえず GT オンラインが30人までしか入れないので、それ以上入れれば PC 版のプレイヤーさんとパパテラも交流の場としてね、この場所を使ってみたいなと思いますので、ぜひこの後ダウンロード方法とかも参考にしてみてください。ではダウンロードとプレイ方法です。 赤い上の部分は PC 版 GTA ンラインをプレイしている人はすでに持っているはずですソーシャルクラブの ID とか加入しているとかロックスターランチャーとか、えー、PC 版の GTA、Steam、もたはエピックですねで必要なのがグランド RP ランチャー0時マルチプレイヤーのランチャーこれ概要欄からダウンロードしてくださいじゃあまずグランド RP ランチャーのダウンロードとかを見せていくんですけれどもこちら 概要欄のグランド RP のリンクのところを PC、Windows とかでクリックしてください。で、最初に左上のところ、国旗、まず日本にしてください。必ず、ね、日本のサーバーを選びます。その後、またもう一回日本のサーバーを選んだりしますね。右上の登録、ここでクリックしてから ID とかえパスワードを、まあ、決めるんですけれども、 この時に絶対にね ID パスワード忘れないようにしてください。基本的には名前そしてメールアドレスパスワードですね。で、この時の時点で国旗を日本のサーバーにしてください。じゃないと合流できなくなっちゃうので皆さんは日本サーバーを選んで名前メールアドレスパスワードを入力して登録をしてください。そして次にこのグランド RP ランチャーをダウンロードです。 このダウンロードまでは現時点でも可能で一般公開スタートしたら実際にプレイできるようになります。ではまずダウンロードなんですけれどもおそらくセキュリティとかかかっていて普通にダウンロードできない人が多いかと思いますので途中でダウンロードしてもね止まったりとかここから進まないよっていう状態があるかと思いますパパテラもここでね一度ねダウンロードが一回止まりました。どうやってやるのかなーということでまずこの制限がかかった場合ですねどうすればいいのか右上のところ これまずクリックしてください。保存、そして詳細表示、次に保持するというのを押していきます。これでとりあえずこのダウンロードは安全ですよ。とりあえずダウンロードしますよっていうことになりますので、な、まあ、何でもかんでもダウンロードすればいいってわけじゃなくて、今回このグランド RP のランチャーに関してはこのような方法でダウンロードできましたので、よかったら参考にしてください。 では次に0時マルチプレイヤーは概要欄から同じくダウンロードしておいてくださいで起動方法なんですけれどもこの3つ並べておくとかなり便利ですねまずグランド RP ランチャーをクリックしますでなんかハイとか家とか多分出ると思うのでハイ、はい、にしてくださいランチャーを起動するとこのように出てきます次に0時マルチプレイヤーを起動していきますあとは待つのみですね、えーまあ、ロックスターのランチャーもね勝手にこの場で、えー、起動されてると思いますので まあ初回はダウンロードで結構時間かかるので、本当に一般公開される前にこのゲームをダウンロードしていくのがおすすめです。おそらくダウンロードで30分ぐらいはね、かかったんじゃないかなと思います。で、あとはこのまま両方が起動され、このロード画面を待ってください。そしてグランド RP のロゴみたいな R のマークが出てきますね。で、次にまた読み込み入ります。まあこれ早送りしています。 この後ですね、えー、NPC がちょっとね、出てくる風景が出てきてで、シミオンがなんかギターを持った状態になるのがね、出てきますので、ここでメモしておいたグランド RP の ID、パスワードを入力ですね。メモしておいたものを忘れないでください。あとは、一般公開された後は、このようにキャラクターを作ったり、まあ、ホテルからスタートだったり、目の前にある、まあ、バイクを使って移動していくっていう形なので、まあ、ぜひね、PC 版の GT オンラインやってる人は、 こちらのグランド RP の方でぜひ合流しましょうというわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございますぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします